ね、フワちゃんはね、あのね、頭がいいタメ口を聞く人なんですよね。頭が悪くてタメ口を聞くっていうタイプの、あの、おバカキャラ系の人はいるんですけど、フワちゃん計算づくでタメ口聞いてるんですよ。宇多田ヒカルと一緒。宇多田ヒカルも、あの、タメ口を聞くキャラを演じるというのを決めてやってる人なんですよ。でも、頭の悪いタメ口の人って、あの、単純に敬語が使いこなせないから、敬語を使う場面でもタメ口を聞いてしまうっていうだけの場合なんですよ。語弊はあるかもしれないですけど、あの、ローラさんって、あの、日本出身じゃないじゃないですか。外国の方なので、日本語不得意じゃないですか。なので、敬語、尊敬語、丁寧語の区別がちゃんとできてないので、敬語じゃなくてタメ口を聞いてしまうっていうのがあるんですよ。で、それはその、言語能力の問題でタメ口が発生してしまうんですよ。でも、その、フワちゃんとかは、敬語喋れるにもかかわらず、タメ口を聞くっていう選択をしてるっていう頭のいいタイプなんで、タメ口を聞いてるからどうなのかっていうと、タメ口も2種類あるんですよ。その戦略的タメ口と能力的タメ口っていう。なのでそのタメ口聞いてくる相手に対してこの人は戦略的タメ口なのかな、能力的タメ口なのかなっていうのを見極めるっていうセンスは必要なのかなと思います。亀田三兄弟やったこと分かんないから分かんないさ、いやローラさんもフワちゃんもあったことないですけど。パソコンがハッキングされてたのに最近気づいてパソコンもスマホも直化しました。以前よりストーカー的なことにあっていて日々安心できず精神的にメール集中もできず困っていましたが、これで問題が解決するかと思って様子を見たのですが、あまり状況の改善が見られませんでした。パソコンの出荷だけではハッキングツールは対応できないものなのでしょうか。専門的な話をすると初期化できない場合があります。中国のハードウェアでファームウェア自体にボットが入っていて、どんな OS を初期化して入れようとファームウェア自体に入っているのでバックドアは必ず開かれてしまいます。ファームウェア自体が読み込んで、それがもう OS 上の中ではファームウェアがどういうデータをそのメモリに展開しているかというのは OS の中からもう見えないので、なので結果としてそのファームウェアが何をやってるか、どういうバックドアを作ってるのかっていうのは全くわからないままですっていう作り方が可能っちゃ可能です。それをやってるんじゃないかっていうのは割となんかアメリカでは言われたりするんですけど、なので OS とかスマホとかも割と構造としては同じなので、ファームウェア自体に何か入ってる場合はもういくらなんか OS インストールするとかしてもダメなので、もしそこが気になるんだったらもう全然関係ない新しいやつ買っちゃった方がいいと思いますけどね、はい、あとパソコンとかスマホ自体の問題じゃなくて家にカメラがついているって場合もあるんですよね。新しいパソコン買ってきましたってここ置くじゃないですか。置くんですけど実はその隣の家から望遠カメラとかでめちゃめちゃ高い解像度のやつで見ると画面自体見えるので、パスワード打ってたらそのパスワードも見えるっていうのもあったりするんですよ。そうするといくら新しいパソコン入れてもパスワード打ったら分かっちゃうよねみたいなのもあったりするのと、あとなんだっけな、あのアメリカのやつで音声をポテトチップスの袋の光の差で調べるっていうのがあって、何言ってるか分かんない話だと思うんですけど、ものすごく遠くの部屋があります。それをめちゃめちゃいいカメラで見ます。そうした場合にポテトチップスの袋ってあるじゃないですか、銀色のやつ、あの銀色のやつってよく見ると人が喋った時とかが空気の流れがあった時にちょっと動くんですよ、微妙に動くんですよ。このサイズのポテトチップスの袋がこのように動いたということは、この時出した音はこの音であるっていう風に振動を再現するっていう実験をしてる、そのアメリカの大学かなんかのやつがあって、結構ね正解率高いんですよ。人間がイエスとノーって言った時は音の振動だいぶ違うんですよ。イエスのとノーで音節が違うじゃないですか。なので何か相手が質問をしているその中でうんって言ったって言ったら、これ大体ノーなんですよ。イエスではないとかっていうのが分かったりするので、完全に音が分からなかったとしてもその振動の長さとか最初の振動が多くて次の振動が少ないとかっていうそこの波形を見ることである程度会話の内容が分かってしまうっていうのもあったりするので、なのであのハッキング技術的なやつってやっぱアメリカさんはすごい進んでるので、それをこう輪をかけてあのさらに金かけてるのが中国だったりするので、なのであの日本人がこう狙われたらやられ放題だと思った方がいいんじゃないかなと。袋のビビリビリの波長、例えばお医者さんがやるあの聴診器をこの窓ガラスにくっつけると部屋の中の人の会話って結構聞けるんですよ。部屋の中の人が出した声というのでガラスが振動するので、その振動を拾うことで結構音って聞こえるんですよね。これは分かりますよね。なので窓ガラスがどう振動してるかというのが分かればそれは音再現可能ですよねと。振動するのがどれぐらい振動してるのかっていうのが分かれば音再現できるよねってなると、例えばじゃあ僕こうやって喋ってるじゃないですか、喋ってるじゃないですかっていう子音を出すタイミングでティッシュペーパーが揺れるんですよ。そうするとこのタイミングで子音を出してるなっていうのが分かるんですよね。それ今たまたまティッシュペーパーを出したのでティッシュペーパーが揺れてるっていう感じになったと思うんですけど、ただそれがじゃあそのティッシュペーパーがなかったとして
てもポテトチップスの袋みたいなのがあるとその袋も振動で揺れるんですよ。そこまでやるかって話だと思うんですけど、一応技術的にはそういうのがあるよって話でした、はい、長年盗撮盗聴被害に遭ってます。警察や弁護士へ相談するも加害者組織に先回りされ真摯に対応してもらえません。加害者組織を擁護する日本ではどのように動き解決したらよいでしょうか。長年悩み苦悩しています。よろしければご協力していただけたら幸いです。加害者組織が先回りするのであれば弁護士さんへの相談件数を増やしてください。1件だと先回りされたので多分5件10件ってやっていくとそのうち1件ぐらい相性がいい弁護士さんいると思うので、あとその説明の仕方によって理解してもらえないっていうパターンもあるので、こういうことがあるんですって説明した時に証拠はって言われて証拠ないですって言うとじゃあっていうので引いちゃう人がいるんですよ。なので説明をするときに証拠がある話だけをしてください。例えばこういう出来事がありました、こういう録音があります、こういう手紙がありますっていうので自分の説明ではなく物を見せてこの物を見て判断してくださいっていうので証拠材料っていうものを見せることで相手に説明するっていう癖をつけるといいんじゃないかなと思います。先ほど盗聴器について質問したものです。ありがとうございます。社内や公共の場なので設置しても違法にならないと見たのですが、最近の法律は変わったのでしょうか。病んでいるとのコメント欄を見たのであまり気にすぎないようにします。違法になりますよ。盗聴器か、盗聴器であれば違法なんですね。トイレの中とか人が物を隠そうと思っている場所を録画する場合は違法行為になります。ただ音だけの場合は確かに違法にならないことが多いですね。会社の職場はプライバシーとかが関係ないので、なので違法性はなかなか低いんじゃないかなと。勤めてる会社に盗聴器が隠しカメラが貸し掛けられている気がするのですが、確認する方法はありますか？あるんだったら自分で出せばいいんじゃないですか？またそういうものを社内に無断で設置することは違法にならないんでしょうか？違法です。社内には自分と役員しかおらず、社員やその他社員は別の事務所に勤務しています。会社を開けていることが多い役員はその場にいない時のことを知っていたと緩ましいです。ちなみに社内の PC は役員管理者ですが、PC やスマホのウェブ履歴とも見られるものでしょうか？パソコンに対してそのキーロガーとか入れて、出たりとかリモート系のソフトリストで見られる可能性もあるんですけど、監視カメラがもしあるかとすると基本的にはコンセント経由で必ずあるので、なのでその部屋の中にあるコンセントをすべて調べてタコ足配線みたいになってるんだったらそこで のコンセントの延長とかも全部調べてっていうのをやるとコンセントのどこかに隠しカメラは必ず繋がってると思います。バッテリーだけで動く隠しカメラもあるんですけど、会社にずっと常時繋ぎっぱなしでずっと見てるってなると多分電源どっかに繋がってるので、なのでその電気系統をちゃんと辿っておけば隠しカメラがあるかどうかは確認できるんじゃないかなと思うんですけど、だからまあトイレとか大丈夫なのかなとか思いますけど、トイレとかを調べたいのであればトイレの中に掃除用のコンセントとかあると思うんですけど、そこのコンセント経由で調べるとかっていうのをやると割と監視カメラがあるかどうか調べやすいんじゃないかなと思いますけど、まあでもどうなんですかね、監視カメラじゃなくてもネット系でパソコンの中で見てるぐらいでも大体の情報は手に入るので、なのでカメラじゃなくて音だけ聞いてるみたいなパターンもあるかもしれないですけどね。ヘルキさんこんばんは。ハッカーのことを聞きたいです。映画では国のシステムを取るとか国同士を戦争させるとか核兵器を勝手に発射するとかってありますよね。現在のハッカー技術でどこまでできるのか教えてください。あとひろゆきさんはハッカーみたいなことができますか。クソ野郎がシステム作ってると割とできると思うんですけど、核兵器は間に人間が入ってるのでできません。核を発射するボタンっていうのを大統領がアメリカだと思ってるんですけど、そもそもボタンを押して暗号を承認した後にお付きの軍隊の人が直接電話をするっていう仕組みがあるんですよ。ボタンを押したらそのままボーンって発射されるんじゃなくて、暗号を解く機械を大統領が打ち込むことによって大統領自身がその核兵器の発射を承認したよねっていうのをまず確認するのとっていう状態ですよって報告するのは人間なんですよ。なので残念ながら核兵器の発射はアメリカはできないですね。システム的にどこまでつながってるかって話で、本当にその全部インターネット経由でつながってるのであればどっかにファイアウォールに穴とかあると割と操作できるんですけど、大体の兵器ってインターネットつながってないんですよね。なのでそのインターネットで全てつながってそうなものでいくと、かなりカナダの発電所が暴走したのがロシアのハッカーがやったんじゃないかって言われていて、発電所が何かオイルを運ぶパイプラインだっけな、パイプラインの圧力かなんかをそのロシアのハッカーが勝手にいじってなんかぶっ壊れたみたいなのもあるんですけど、なんでその軍事系って敵がいて攻撃されるっていうのが前提になってるのでインターネットとつながってないことが多いんですけど、なので日本も地方自治体とかの個人情報データみたいなやつっていうのは基本的にインターネットつながってないみたいなのがあったりするんですけど、ただ民間の場合って結構インターネット別に便利だから繋いじゃえばいいじゃんとか、リモートワークで家から働かなきゃいけないじゃんっていうのがあるので、なのでその電車を止めるとか電気を止めるとかガスを止めるとか、そこら辺のインフラ系は結構ちゃんとやれば穴があるんじゃないかなと思います。はい。
ちなみに僕ができるかって言われるとすげえ時間かけていいんだったらできる可能性もありますけど、セキュリティホールを探すってマジめんどくさいのでやりたくないが正解ですね。例えば鍵で4つの数字を合わせると開く鍵ってあるじゃないですか。基本的にハッキングってあれなんですよ。4つ合わせたら開くよね、9999は1万通りあるよねと、1万通り試せば必ず開くんですよ。なのでハッキングどうやってやるのっていうと、これって1万通り開けられれば入れるよねってなると1万通り試す。そうするとどれか1個で必ず開くじゃないですかっていうのの積み重ねなので、なので前に4桁のがありますってなった状態ではい解いてくださいって言ったら時間をかければいつかは必ず解けるんですけど、めんどくせえからやりたくねえっていう別のパターンがあって、安っぽいナンバーの錠の場合ってゆっくり触ると錠がどういう構造でできてるかっていうと、正解のところだけポコって開いてるんですよ。4つのところだけポコって開いてて、4つ並べるとこうあの鍵が抜けるっていうこういう状態になってるんですよね。ナンバーを回すとここがガチャガチャってずれちゃうので、ここが当たってあっちは通らないってなるんですけど、なので音を聞きながら鍵を引っ張りながらダイヤルを回すとたまに引っかかるところがあるんですよ。引っかかるということは今鍵がこういう状態になってるってことなんですよね。なので安っぽいやつだとちょっとずつ引っ張りながらこう回していくと実はナンバーが分かるっていうパターンもあって、ハッカーって言われる人の場合だと全部その総当たりでやるパターンとは別にちょっとずつやって、これ音聞けば分かるじゃんとか、これ引っ張りながらやると分かるじゃんっていう、そういうコツを知ってるタイプのハッカーもいます。基本的にはそのハッカーって言われる人は大体そのコツをどれだけ知ってるかってそっち側になります。はい、南京錠とかもあの訓練すれば誰でも開けられるようになるので、南京錠も鍵穴のところにシリンダーのところにピンが入るようになってるんですけど、そこのピンをこううまく4つぐらい通してクリッて回すといくっていうのがあるので、それはもう構造が分かって一生懸命その訓練しておくと大体誰でも開けどれでも開けられるようになるっていう。